イズル・キューピットは、イタリアのマニエリスム期の画家、パルミジャニーノによる1533、1535年頃の絵画である。オーストリア、ウィーンの美術史美術館に所蔵されている。絵画は、パルミジャニーノの友人であり、講演者でもあった、パルマのフランチェスコ・バイアルドの目録に掲載されている。ルネサンス時代後期に、画家、彫刻家、建築家列伝を表したジョルジョ・バザーリは、 バイアルドが手で弓を作るキューピットを依頼したと書いている。本作はマルカントニオ・カバルカに相続されたが、後にスペインのフェリペ2世の国務長官アントニオ・ペレスの所有となり、スペインにもたらされた。1579年にペレスは不名誉な出来事を起こし、絵画を新生ローマ皇帝ルドルフ2世の施設に売却する羽目になった。しかし、 スペイン王家により売却は認められず、本作は1603年になって、コレッチョのユピテルとイオ、ガニュメディスの略奪とともに、ルドルフ二世による獲得が叶い、プラハに到着した。そして1631年に、ウィーンのシャッツカマーに移された。キューピッドの頭部の準備素描が、ルーブル美術館の素描室に所蔵されている。本作は、 数多くの画家によって頻繁に複製され、手本として使用された。ミュンヘンのアルテピナコテークには、ヨーゼフ・ハインツとルーベンスによる複製がある。ABC マリオ D ・ジャンパワロー、エリザベッタ・ファーダ2002、P145。ありがとうございます。